ジオがやってまいりました。ゲストの皆様です。なんか今日はゲストの感じが違う。まだ賀来さんだけですよ、まともな方。あとはおかしい。まともでしょうよ。いや、立ち上がれって、お前たちも。ちょっと、なんだよ。ああ、まあ、日本列島ダーツの旅、西富ディレクター、はい、山を狙うから、山を、はい、細長いとこ刺さったよ、これ。ここ行っちゃうんだ、これ、ほら、意識町、はい、ここはね、グラム売りしないからね、キロでしか売らないから。意識町いくらだかな。なんだよ。何否定的、私に対して。意識町に決定。日本列島ダーツの旅、1億分の愛知県一色町。渥美半島と知多半島に囲まれ、内海に面した一色町は本町と佐久島からなる人口およそ2万5000人の町。スタッフは渡し船に乗って佐久島へ。この船は移動の手段であるだけでなく、日々の物資や情報を届ける大切な役割も担っている。ね、こんにちは。あ、こんにちは。こんにちは。お母さん、今何されてるんですか？あ、今からね、はい、タコの餌のカニをつかみに行こうかなと思って。餌が欲しいから。はあ。今日はもう行かないんですか、タコ？まだ、ね、行かない。午前中に行きましたもんね。そこで後日、タコ漁に同行させてもらった。船にはお母さんが取ってきたタコの餌にするカニも積まれていた。舵を取るご主人と一緒にタコ漁を開始。二人はこの佐久島の近海で48年間タコ漁を続けてきた大ベテランだという。お母さん、かっこいいな。なんかかっこいいです、お母さん。ありがとう。浮きにつなげて沈めたタコ取り用の仕掛けを引き上げる。そうです、そうです。おお、すげえ、すげえ。2匹も3匹も入る時あるよ。この仕掛けは入り口の奥が細くなっており、カニに釣られて入ったタコが出られなくなる仕組みになっている。新しいカニをカゴの中に入れ、再び海に沈め仕掛けておき、タコが入るのを数日間待つのがお母さんたちのタコ漁だ。お、でかい。うわー、来ましたね。仕掛けにかかったタコが次々に引き上げられ、生けすはタコでいっぱいになった。取れたてのタコを使い、タコ料理をご馳走してくださるというので、ご自宅に伺った。まずは塩で揉んでタコのぬめりを取り、水で洗い流し、一口サイズに切る。そして、うるち米ともち米に千切りした人参を入れ、お母さん特製のだし汁を加える。ガス釜で15分ほど炊き込んでから蒸らせば、真っ赤に染まったタコ飯の出来上がり。シンプルだが、タコの香り漂う贅沢な一品だ。食卓にはタコ刺しやタコのごま和えなども並び、お友達を交えての楽しいランチタイムとなった。まずはタコ飯をいただく。おいしそう。母さん、おいしい。ありがとうございます。ほんとすごくおいしい。おばあちゃん大成功。いや、でもほんとおいしいですよ。何ですか、はい、タコさん、タコさん食べてね。タコさん食べて。これはいいですね。このゆでたこっていつお取りになったんですか？今日取ってきたんです。今朝、はい、今朝。一枚より早いよ。今朝だったのがもうここにあるんだよ。ゆでたこのお刺身です。お刺身から。あ、来た。あ、じゃあいただきましょう、ね、いただきます。はい、どうぞ。いただきます。あ、美味しいよね。うまいわ。美味しい。うまい。遊ばないでください。食べれますよ。足を切って、ね、このまま。そう、味が違いますよ。味が違うんだ。あの足の根元の方。根元の方。そうです。そう。はい、でそれであの食べてください。そこでもつけて。塩加減がすごくいいです。いやいや、すごい。うまい。おいしい。うまい。うまい。その中で素材の良さが。タコを通り越してイカですね。ダメじゃねえか、イカになっちゃったら。うまいじゃダメだ。イカだ。タコはイカだ。さあ、じゃあ次に参りましょう。タコ飯です。タコ飯。そう、タコ飯。あ、いいな。いいな。すごいいい匂い。すごいいい匂い。はい。
ありがとうございます。もうしてます。いや、うまそう。すごい。山崎くんのタコがでかいっつって。そうですね。うん、結構タコ飯ってこれでかいんですよ、これね。飯じゃないんですけど。これ長いよ。ドラマ。心さん、意外にですよ、本当に。まあ、どうですか、こういう芸能人に今日一緒に並んで、ね、もう嬉しいです、夢に見てました。ちょっといい思い出になるでしょ。そうですよ。お母さん知ってらっしゃいました、僕らのこと。知ってますよ。おえ、コンビ名とか知ってるんですか。あのね、はい、あのね、タカ&トシさんだ。今週のお裾分け、愛知県一色町の名産品えびせんべいをプレゼント。応募電話番号は番組の最後にお知らせします。